前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございました、はい。前回というか3ヶ月前ぐらいにね終わって、はい、でアンケート書いていただいたんで、3ヶ月経ちましたけどいくつか質問させてください。はい、はい。ではお名前教えてください。ハセです。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。22歳です。はい、ありがとうございます。で前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。3ヶ月半やってましたね。上をね、はい、ワイヤーでやってましたと、はい。でそもそも部分矯正したいなとかしよっかなって思ったきっかけを教えてください。はい、なんか友達、一番仲いい友達が同じぐらいって、うん、それですごいおすすめしてくれて先にやってて、ちょうどねもううちで、あ、そうです、ピンポイントでうちでやってそれを見てってことですか。またついてるのが見て、見ていいなって思って、うん、すごい早くて安くできるからおすすめだよって言ってくれて、あ、なるほど、それでつけようって思いました。なるほど、なるほど。で、来ていただいてみたいな、はい、でそのずれてた時、右側がね結構隣とすごい段差になってたんですけど、はい、その頃は何が嫌でしたか、その歯並びで。なんか笑う時に、うん、口を閉じて笑いたい時に、うん、なんかピョコンって出ち、唇から出、はい、歯が出ちゃったりとか、はい、横側が、うん、横から撮られ写真撮られた時に飛び出てて、なるほどなるほどなるほど、気になってすごくそれですね。そういうのが積み重なって、はい、それが一番最初にそれなんか気づいたというか、あれって思い始めたのっていつなんですか。小学校。いや、幼稚園の七五三の5歳の時に写真とスタジオで撮ってもらった時に、口を閉じて笑ってって言われて、それができなくて出ちゃうって思って、そこからずっとずっと気になってはいたんだ。はい、でそれでずっともう自分の中でなんか抱えてたの、それともなんかお母さんとかに言ったりとか。いや、高い矯正ってすごい高いイメージがあったから、それはさすがに寝られなくて。なるほど。ずっと出っ歯って思って生きてただけです。なるほどなるほど。お母さんにも言わず、なるほど。じゃあ自分でいつかやろうと思いながら、そうですね、コスをしてて、でその時は多分やろうと思ってたのはその全体の矯正ですか。部分矯正って最初知らないじゃないですか。知らなかったので、全部いつか全部やろうと思ってて、はい、過ごしてたら大学の時かな、そうです、ね、の時にたまたま友達が上だけやっててえ何それみたいな。そうですでそこからなんかいろいろ調べて相談とかは何件ぐらい、もううちだけですか。あ、ここだけです。ここに来て、うち来ていろいろお話しして、じゃあもううちでやろうと思って決めてって何でしょう。もう値段と、うん、あと早く終わるっていうことと、うん、医療と期間、うん、そうです、友達がやってたので安心感が大きくて、うん、なるほどね、そういうことか。じゃ全体ほどは高くないし、そうですね、で全体ほども何年もっていう期間も近いんじゃないしじゃあやってみようって感じでスタートしたと。そうですね。なるほど。で、いざスタートしてね終わったんですけど、やる前に不安だったことって何か覚えてます、ありました。あ、痛みがすごい不安で。なるほど。矯正痛いって言いますからね。はい、実際どうですか、やってみて。いや、全然痛くなくて、うん、食べるのもそんなに苦痛感じることはほぼないですね。じゃあ好きなの食べれました。食べてましたじゃあ不安になることもあんまなかったかなみたいな感じですか。あ、そうですね。あ、なるほど。じゃあよかったですね。よかったです前歯の部分矯正やる前とやった後で歯並び、はい、どういうふうに変わりましたか。あ、褒めていただくことが増えました。あ、なんか笑った写真とか見て、うんうんうん、なんか歯綺麗になったねって言っていただきました、うん、いろんな人に。嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で自分の気持ちの変化とか、なんか生活の変化とか、どうですか。あ、よくニコニコするようになりました。よく笑うようになった、はい、なるほどなるほど。前はちょっと気になって、そうですね、こう控えめに口で押さえたりとかして隠してたんですけど、結構もう全然と気にせず、はい、じゃあいいですね。気持ちも
晴れやかになったような。そうですね、ですかね、ストレス1個減ったみたいな。減りました。よかった。もう口閉じて笑えるようになった。はい、なるほどですね。じゃあ前歯の部分矯正をやりたいんだけどまだやってない段階の人、調べて、はい、うん、どうしようかなみたいな段階の方に何かメッセージをお願いしたいんですけど。あ、もう迷ってるんだったら、うん、もういっやってみる方が不安はあるかもしれないけど、うん、絶対後悔はないと思います、うん、やってみた方がって思います。ですね。とりあえず悩んでんだったら相談でも。そうですね、ね、来てみるべきだなって思いました。いや、相談ただだし、はい。なるほどですね、分かりました、ありがとうございます。最後に前歯の部分矯正ね、はい、上を3ヶ月半ぐらいこうやって動かしましたけれども、振り返ってみて前歯の部分矯正はやってよかったですか。よかったです。よかったですか。分かりました。質問以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。